サーキットパイソンはマイクロパイソンから派生した教育及び初心者向けのオープンソースのプログラミング言語である。サーキットパイソンはエイダフルーツインダストリーズが開発を支援しており、パイソン3プログラミング言語の CE 言語によるソフトウェア実装である。数種類の現行のマイクロコントローラに移植されている。サーキットパイソンは マイコンのハードウェアで動作する完全な Python ンコンパイラーおよびランタイムである。サポートされたコマンドを即時実行するための対話型プロンプトも用意されている。サーキット t Python には Python の様々なコアライブラリーに加え Ada Fruits の対応ハードウェア製品への定例やアクセスを提供するモジュールニや初心者向けの恒例やライブラリーが含まれる。サーキット Python は ダミエンジョージが開発したマイクロパイソンのフォークである。マイクロパイソンのコミュニティには、サーキットパイソンのようなマイクロパイソンから派生した編集について議論がある。サーキットパイソンは、パイソンのリファレンス実装であるクパイソンに準拠することを目指している。サーキットパイソンごボード用に書かれたプログラムは、ラズベリーパイなど他のプラットフォームでは、 修正なしでは動作しない可能性がある。サーキットパイソンが利用されているのは、従来アルディの開発環境でコーディングされていた用途である。小型の携帯ゲームの開発にも利用されている。クリス・ヤングは、双方向通信の実現及びアクセシビリティの課題解決の一助として、自身の赤外線送受信ソフトウェアをサーキットパイソンに移植した。ユーザーコミュニティをサポートする。 ディスコードによるチャットルームとプロダクトサポートルームがある。サーキットパイソン関連ニュース用のツイッターアカウントが2018年に開設された。現在の安定版は4.01で、マイクロチップテクノロジーアトモルサムド21及びサムド51マイクロコントローラとノルディックセミコンダクター NRF52840 マイクロコントローラをサポートする。 以前のバージョンでは ESP8266 マイクロコントローラーをサポートしていたが、バージョン4でサポート対象外となっている。ありがとうございます。